はい。えー、それでは、事前調査、阪神ンバステークス、そして、ニュージーランドトロフィー、そして大賀、大菓賞行きましょう。はい。えー、副賞生活、ちょっと最近、穴狙いすぎですかこれ、鈴鹿ビスタ5着まあ、人気の終わりに頑張りましたけど、ちょっともうちょっとあれですか手堅いとこ行きましょうか、次。いいばでした。もう文句ないです。はい。あれで5着やったらしゃーないです。はい。ありがとうございました。 はい。大阪杯ですけど、うん。時計、大体、希望通りです。OK です。砂の佐々木将軍、うん、ほぼ OK です。はい。えー、デムちゃんのファインプレイ、デムタラですかデムちゃん一着。チャリードさんよう連れてきたな。もう乾杯ですわ。生まれがてたかったなと思ったんやけど、チャリードに乾杯か、これ。ペルシアンナイト、福永さんもえー、立ち回りしたんですけどね。 あーもうちょっとなんとか買い目なれなかったんですかワイドボックス取りましたけど、ちょっと安いですね。もうちょっと、褒めたい子に3着着てるだけにね。ちょっと下手くそやね。買い方雑です。ありがとうございました。はい。それでは今週の事前調査の前に妄想収支ですね。行きましょうか。めっちゃ はいえー、今週はえー、鳥神鳥神大阪杯もう3頭来たけど安いですね。これあかんねー。えー、無理ですね。もう無理です。スクショ生活も。何パーになりました。これやりすぎた。これ78%パーか、ちょっとやりすぎるか。最近、うん、最近やりすぎやな。あれ,やれ,やれ、あれ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 やばいね。はい、また頑張るんで。よろしくお願いします。結構な買いいです。あと何ですか？はい、デムタるですね。 やっぱデムウロ単勝買い続けた方がいいんですかこれ。はい。えー、高松デムレッドファルクス惨敗しましたけど、スワーブリチャード一着おめでとう。結局一番人気単勝になってましたね。はい。3.5倍ついたら十分ですね。はい。やはり今年もデムーロ単勝 G1 買い続けたらプラスなんでしょうか頑張ってください、デムちゃん。はい。えー、G1 ね、総作配取りましたけど、そんなもたより取れてないんでね、ちょっと本命対抗期く戦にクソチってな回収率なんですけど。 うん、これはクソやね。はい、わかりました。了解です。また頑張るんでよろしくお願いします。それでは、えー、事前調査の出走表いきましょうか。はい、えー、それでは、事前調査出走表いきましょう。はい、その前に、はい、最近もう大体、 っていううのは福祉生活ですねもう全然最近ダメになってきましたよ。これ、御堂筋ですか。はい、何倍打てましたえー、3番ですね。はい。えー、スタート良かったですね。はい。赤棒ですけど、いや、もう、ほとんど文句なかったです。もう、これでもう、馬券圏内しちゃうかとたしゃーないな、あなまり人気も人気あったしね。8番人気ぐらいでしたっけなんか、ほぼほぼ人気なかったんですけど、まあ、ちょっとあれかな。 よく書きすぎたかこれ。えー3番2番ってついそう。まぁ、あ、C っていうならもうちょっと前つけてほしかったなって言えばですね、足に好まないの分かっとるんで。うん、もうちょっと2番に設定ったらなんかあったんちゃうかなって今更の欲ですけど。うん。まあこれは限界かな。まあ11番を外一気ホードリームが強かったしね、デムちゃんここからも噛みかかってました。スワブリチャードといいね。 はい。三、えー、3番まだ粘れる、粘って頑張ってるんですけど、もうちょっと前目つけてたらどうやったんかなっていう、えー、もうたらればですけど、まあ、結局5着ですかこれ。5着これ。3番。意外や意外、粘って粘って粘ば粘ばして5着ですかこれ。粘って粘って,粘って,粘って,粘って5着ですね、これ。はい。えー、いいペースで、えー、逃げてくれたんで、2番手追走あ、あるかなと思ったんですけど、5着限界。まあ、よく頑張った方です。はい。お疲れ様でした。 また来週頑張ります、はい、来週福島始まるんでね福を福島にしようかなーって悩んでるとこですちょっとこれから福島の気配見したいですけど頑張ってください私はいということで阪神バステイクスからいきましょうか阪神バーからですねおてますねおてますはいおてましたはいえー、っとこの舞台去年ぐらいから戦力になったんでしたっけ ごめんなさい。教えてください。去年1006やった気がしますね。そうですね。おととし 1006? おととしからか。はい。2年前から1006ですね。その前まで1004で、ちょっと中途半端な舞台やったんですけど、えー、ビクトリア・マイルの前哨戦ってことでもうマイルに合わせてきましたはい。まあちょっとね、この変速距離がなくなってきて結構ね、えー、ね、面白くないと言いますか。はい。 もうえー、2年前も人気通りほぼ人気通り去年もほぼほぼ人気通りで決まったんでやっぱねこのね1波論長い短いでね、えー、結構風を開けたりする馬がおるんですけどこんなねもう超いい陣なねマイルとかになってきたらやっぱりどうしてもね、えー、マイラ適性がねベタに出てくるんではいどうしても人気通りになっちゃうんですけどまあ、頑張りましょう前置きさっておきはい、えー、阪神、えー、今週も大阪杯続いて B コースはいで大阪杯で分かりましたねもうはい時計がクソ早かったですと。 はい、あの、大阪杯の時計見て、えー、この土曜日、バ、え、バ、ー、が傷んでますかちゅうと、ほぼほぼノーですね、これ。綺麗なままです、おそらく。はい。一週間、しっかり、えー、芝育成してもらったら、まあ、まあ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 、現状維持に近いくらいの芝は残ってます、おそらく。うん。天気だけちょっとね、金曜日降る、雨降る って関西話噂聞いてるんですけど、そこだけが心配ですけど、まあ、ほぼ両ババと考えていいと思ってます。私は勝手にね。はい、で、えー、っとこっから予想図見ときましょうか。えー、アドマヤリード安城が乗り代わりです。えー、m ムでですね、エ、は、ム、い、でさん、えー、ソウル・スタリングが、えー、シールさん乗るんで、多分その関係でしょうね。はい、デムちゃん、ルメちゃんはこの安城です。であと、ミスパンね。はい、三番人気です。 まあ、前奏も強かったしね。最近ちょっと、重症連勝ですかうん。怖いね。はい。あと、まあ一番人気はもちろんこのまでしょうってことで、リスグラシュですね。まあ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 、そうでしょうね。はい。前奏、東京新聞杯、ボバ相手に蹴散らしましたし、かんだ。はい。まあ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 、わかりました。了解です。まあ人気通り決まっても,も、面白くないっていうぐらいのオッツですね。はい。 で、えー、去年の放送で私何言ってましたかちょって思い出しましたね、これ。えー、ババが重かったんですけど、確か私これ思い出しました。3番手の、確かジュールポレール本名打ってたでしょ、これ。いいえ,いいえ覚えてますよ、これ。ですね、そうでしたね。はい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 、そうでしたはいはい。アドマイヤリード軽視してたんかな、この時。当たったんかな、これ。あー、なんか星マークしてるけど、よくわからん。去年の考え方ようわからん。ジュールポレールなんで本名打ったか全然覚えてない。 うん条件上がり、半身、どうでしょうかえー、うん、わからん。あんまり覚えてない。ー、うん、なんか良かったんやろね。うん。ま上がりが意味わからんかったし、32秒8で勝ってるんで。あー、なんかそんなんかな。ちょっと理由全然覚えてないです。ごめんなさい。はい。16ポレオンなんか本名打ってましたけどね。はい、うん。うん。全然覚えてないけど。はい。そんな感じです。はい。ということで、今年はってこと。 まあディープサンク強いっての分かってるんで、阪神外回りなんで、ね。はい。かといって、今年ジュールプレールもう一回押しますかちゅーと。うん、ディープサンクが、えー、去年ね、結構前世紀やったこのジュールプレールさんを今年ももう一回同じく押しますかちょっと今んとこあんまり考えてません。 はい。まあ、ビクトリアマイル3着の後ね、しっかり、えー、自己条件戻ってね、えー、圧勝で、ね、中山で買ったんですけど、うん、まあね、G1 度返しにして、もう一回こうとろうかなと思ったんですけど、今んとこ、厚みに印入れる気ないです。まあ、今年も全然走っても問題ないんですけど、今んとこごめんなさい。考えてません。考えてないは言い過ぎか。ってか、まだ印売ってない人なんか知らんけど、はい。まあ、こんなもんにしておきましょうか。 うん、あんまり考えてない。はい。アドマイヤリード、えー、デムちゃん乗り換わり、賞金十分足りてるっちゃ足りてるんか、えー、デムちゃんの試運転と考えたいんですけど、ごめんなさい、アドマイヤリードがこの後、ビクトリアマイルで、デムちゃんがもう一回乗るか乗らんかで結構変わってくるんですけど、えー、このままちょっとごめんなさい、まだ調べてないんで、事後調査ぐらいで、 で、ちょっと答え出しますか。この後、ビクトリアマイルもデムちゃんなら、えー、アドマイアリードは今回買わない。で、デムちゃんがここ一回ポッキリなら、アドマイアリードを買おうって考えです。もういつもの考えです、デムちゃんね。はい。私のいつもの独断と変形の考えですんで、これちょっと、えー、まあ、罰印しておきましょうか、カナダ。罰印、罰印、罰印。うん、はい。こんなもんしておきましょう。ちょっと保留です。はい。 あと、エテルナ・ミノル、えー、クイーンズ・ミラーゴリ、今どこか考えてません。ソウル・スターリング、エ、えー、ルメッチャン、えー、マイルでね、今年一品あるかと思ったんですけど、うん、まあ、去年ね、えー、多く使った後、えー、ちょっとやっぱね、G1 というども、ちょっと厳しい舞台走ってきたんで、まあ、それでも悪くない成績なんですよね。毎日王冠逃げてもうた8着覗くとね、はい。 えー、秋天ジャパンカップでそんなに負けて、まあ負けてるか、負けてるか、1秒以上差開いて、まあ負けてるか、うん、そんなでも思いっきり崩れてるってイメージなかったんで、まあただここ、阪神参り戻ってきて、もう一回ね、復活するかっていうとまだうん、なんで、未知数なんで、まあ一応、ジュルポレールぐらいしときます。あんまり今回買いたくないんですけど、はい。 えー、金量56ですね。多分多く使った分の、えー、別定のハンデやと思うんですけど、アドマリードそうです。同様ですね。G1 買ったら2キロプラス、ボバカンさんの58ですね、これ。ちょっと重いね。 うーん、ソウルスタリングやめとく、やめとくやめとくルメちゃん、なんか最近あんまよろしゅうないしな。やめとく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 ここ別にね、勝たんで、シホンちゃんビクトレマイルやろうしね。やめとくか。はい。一旦水ずしとく。はい。電光ワンジはもういいかなと思ってます。えー、前走4着で悪くなかったんですけど、これまた東京で買いましょう。はい。三重のサックシード、ここら辺ですね、問題ね。はい。 えー、阪神1600万。はい、同じ舞台1006ですね。ここら辺を去年のジュール・ボレール同様買いますかって感じなんですね。どうしましょうかうん。こういう上がり馬が怖いんですね。これの舞台ね。意外とね。意外や意外で。はい。ジュール・ボレールも結構去年電気出たしね。うん、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 うんですね。ちょっと怖いかな。見えるサクシードね。はい。 えー、まあもう怖いか。怖いことにしとこう。はい。怖いことにしとこう。ミスパンどうしますミスパンどうしますかミスパンかミスパンどうしましょうミスパン、ミスパン。怖いか。うん。ミスパンも怖いな。これはちょっと怖いな。ミリッサじゃないやつ。ごめんなさい。ミスパンしむくか。ミスパンのが怖いよな。どう考えても。どう考えても怖いよな。はい。ミリッサはちょっと今回考えてないんですけど、ミリッサか。 うん。ごめんなさい。今回は考えてない。あんまり理由ないけど。はい。ラビットランもういいでしょ。ラビット欄もいいでしょ。はい。リスグラッシュ。リスグラッシュは強いか。はい。リスグラッシュはまあまあ一番人気でも多分馬券絡むでしょ。でも。うん。あ、安状豊さんでした。リスグラッシュ。そうやね。ああ、これは買うときましょう。一着か。下手しい一着。一番人気で一着ありえる。ありえる。ありえるか。ありえるか。前走強かったね。はい。前走強かったんですけど。うーん。 まあ,あ、そうやな。この相手、貧乏やしな。本命でええか。54キロ半で恵まれたしな。はーい。本命にしとくか。で、ええと思います。ここポカするいや、もう一回買っ,買ってもおかしくないぐらい能力あるんで、こうやってしていきましょう。レッツゴノギ出ますレッツゴノギ出るのちょっとやめときましょう。えー、また本チャンで、自己調査で出走等確定してから考えます。はい。 あれ、太鼓がいませんね。太鼓どうするミスパンにしとくジュールプロレルもう一回押すジュールプロレルもう一回押す。意外とここミッキークイーンとかみたいに、ね、リピーターやっぱ多いんでね。アドマイリードは、ま、だアドマイリード去年、ババの味方でやっぱ来た気するのアドマイリード今回変えたくないんだね。変えたくないですね、今回ね。うん、去年結局ビクトリアマイルと阪神頻馬なんかね、ステイゴールドらしくこの渋々したババで来た気するんで、まあ両バ方でも勝てんことない能力なんですけど。 んーちょっとやっぱ去年、ババアの恩恵意外と受けてたんちゃうかなーって感じなんでやめときましょう。ババアドマイリードね、両側ババの方がいいって話もあるんですけど、捨て子なんで、腐っても捨て子なんで、捨て子3区。はい。渋った時に買いましょうか。56キロやし、無理する必要ないから、多分デムちゃん、新店やと死にてます。この後、ビクトリアマイル無理やり乗ってください。ということで、対抗結局、ジュールポレルしとくか。ジュールポレルね、2100万しかないんで、あれ、高級した去年、ね。あー、知って てるかかかでで高級したたんかそれであれあ自己条件買ったんもんねそうかもう一回買っとくらまずいいんかな。やっぱ賞金欲しいのままか。すいません。結構衝動的にやってます。今。なんか印を忘れとってなごめんなさい。結構なんかもう、はい。はい。もうリアルタイムでやってる感じですけど、ごめんなさい。このまましときましょうか。はい。で、ここですね。えー、糸特注帽を上げときます。はい。 えー、この舞台ですね。えー、先週も、えー、意外とその前残りとかあるよって話、両ババば切り足ってあったんですけど、やっぱり阪神外回りね、結局前残りとかもあるんですけど、前残りでも結局ね、やっぱり上がりは使えなかっちゅ舞台なんで、結局逃げた馬もね、スローで逃げましたというけど、やっぱ意外と上がりはやっぱ早いですわ。前行った馬でもやっぱそのまま上がり使えとるんで。 うん。でも、最悪の場合、上がり32秒台とかでか年ぐらいの時計ね、出てくるんで、やっぱりそういった意味でもね、トータル上がりが使える馬はもう必須かなと思います。まあちょっと後方すぎてね、届かん競馬もあるんですけど、うん。やはり上がり、え、きっちり出せる馬を一頭選んどきたいんで、ここ特注馬人気ほとんど出ないと思うんですけど、おす、私的に応援したい馬、本ゃんにどうなるかわかりませんけど、押さえておきましょう。はい。 ワン、ツーですね。はい。ちょっとこのまま注目したいなと思ってます。えー、予想オッズではね、安状がね、前走デムちゃんで、えー、暗強化だったんですけど、今回ね、藤岡祐介さんで12番人気みたいなの出てますけど、まあ、ここまで人気落ちないと思います。もうちょっと人気出ます。はい。でも藤岡祐介さんね、ちょっと安城がはてなんですけど、まあ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 買っときましょうか。はい。 えー、藤岡祐介さん選ばれた理由ですけど、まあ、ここでしょうね。はい。お父さんですからね。そら呼ばれますか。はい。でですね。えー、お父さんで振り返ってみますと、先週結局ね、親子丼ですよ、これ。He's in love で、まさかの中山で私嫌ってもた。藤岡ケイティさんで買ってもうたと。はい。ね。 ここで、藤岡健一さんとケイティさんで親子丼やったんで、ちょっと親子丼の使い方ちょっとん違えてると思うんですけど、はい。ここで買っちゃったと。で、藤岡ケイティさんと言います、た。えー、藤岡ケイティさん見れますかデータごめんなさい。はい、見れました。はい、見れました。えー、今年、えー、意外と調子がいいと。えー、累計に比べるとね、えー、今年10%、と勝率ね。はい、今年調子がいいと。はい。で、 ゆうすけさんが調子いいってのを私前から言ってますね。今年ね。ゆうすけさん今年以上,以上ですよーって言ってね。で、誰でしたっけあれ。えーと、頑固で買ってるしね、重に中山で買ってますしね。あー、やばいなーと思って。はい。ということで、ね、 もし先週ね、これダービー協でね、親子丼完成したってこと、もしかしたら今週の土曜日の重症もね、もしかしたら万が一の親子丼があるかもしれんと思って、ちょっと親子丼で買います今回。理由親子丼です。以上です。はい。風磁原式一さんとかもやはりね、親子ちょこちょこ乗しとるんで、やっぱりそのね、はい、親子丼の影響もあって、今年勝率が比較的いいと15%あります。と、副賞兼、副賞 ?32% か。うん。 はい。今年、藤岡さんファミリーがいいということで、えー、ちょっと応援したいなと。で、まあ、それだけじゃなくて、今の安城のただのフォローでありまして、もともとこののがすごいんですね。すごいんか知りませんけど、いつ重症かって昔かねえなーっていう間やったんで。はい。えー、前走レース見ときましょうか。ほんまにもう、もうほんまにいつ買ってもおかしくないなと思ってて、ずっと昔から見とったんですけど、はい。大外13万ですね。はい。東京戦4だったんですけど、 はい、スタートしました。ちょっとやっぱデムちゃんの出遅れ癖ですか出遅れ癖ですかはい。えー、もう出遅れても焦らない。はい、素晴らしいですね。足を信じてってことで。はい、で、この時の東京ね、えー、っと、 ここで一旦リセットです。ごめんなさい。えバ、ー、ひばりステークスですかこれ思い出しましたね。私ね。これ見た瞬間、あれこれ見たことあるぞと思ったんですけど、私これ副賞候補選んでて確かお腹痛かったんですね。確かね。えー、東京で私が重症パンパンで調子良かった時、森友監とでした。うちが良かったって、うち回ったまが強いって言ってて、立ち回ったまが強いって何回も言ってて。はい。で、この時確かは、はそうですね。確かね、私ね、2番のロバーアブソリ内や、うちしムーアさん、うち着いたらいいっての知ってるし、ロバアブソリの副賞生活やったんですね。ほんならうちで包まれてはっちゃ 思い出しましまょうないいです、はい、ということで今の踏まえて確かうちがいいようち立ち回ったのがね、えー、もう共同通信案も含めてですけども全て良かったと、はい、超意い義いでしたということで私1ワ,ワン確かお印ほとんど打てなかったわけでそうですね、はい、打てなかったんですけどまさかのその えー、そんな常識っていうんですか、お覆した競馬やったん、ね、で、ちょっとびっくりしたんですけど、ローアウトそれうちの黒棒2番はね、うちで包まれて、あちょっと不運やなと思ったんですけど、13番、まだ後方2番でですね、はい、長い直線、東京といえども、打ち回ったまだ強いよって言ってる中、13番、ワン、ツー、ワン、ここで大外持ち出します。残り400の標識過ぎました。はい、えー、こ,こからエンジン、ちょこちょこっとかけて、デムちゃん、行くで、行くでとワトゥお、ワン、ツー、ワン、ツー、ワントゥ、ツーってくるめっちゃ速い、これ。 やばいでこの足。残り200の足やばい。一瞬の足くさい。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツーでこれもうね、うちの立ち回ったまたち、なんのその、なんと、外行き豪快でゴーリンこれはやばい。この足はやばいでこれ。これやばいで。これやばいで。何回も言うとこは 距離ね、16は確かにね、長い気はしますけど、えー、全然いいと思います。今の半身なら、えー、距離カバーできるって前走ね、ペルシアンナイトとかで証明したんで、それは説明っきりなんで、はい。今の綺麗なババやったら特に16でも問題ないと思ってます。適正は確かベストは確かに専用な気がしますけど、うん。1ハロンカバーできるババなんで頑張ってください。うん。ほんまに応援してます。前奏もね、ミューン作手で負けましたけど、えー、しっかり4着って足使えてるんで、 で、えー、まあ、負けましたけどね、このはね、えー、まあ、今回、藤岡祐介さんで、ちょっと安状があれなんですけど、ちゃんとデムちゃんとか、ね、このシーデムちゃん、えー、またデムちゃん、えー、シーデムちゃん、デムちゃん、そしてルメちゃんですね。えー、ここら辺乗った時ね、しっかり、ほぼレン絡んでるんで、やっぱりいい機種乗った時すごいなと、うん。えー、もう、他の機種か、ちょっと言い方悪いですけど、能力を引き出せてないだけと思っててください。 ま、あ今回、ゆうすけさんやからね、どうなんですかってことなんですけど。まあ、ゆうすけさんね、一回このまま乗ってたはずなんで、ですね、三回の乗ってんか、一応馬券二回絡んどるんで悪くないと。やっぱデムちゃん、ルメちゃん、やっぱいい機種乗ったとギャップも能力引き出してくれますってことで。はい、まあ、ゆうすけさんならまだ一生してるし、ま、あまだ頑張れるんちゃうかなと思って、今きっと淡い期待を言いわい、かんだ、抱いてます。はい。で、えー、上がり使える方がいいって言いましたけど、えー、このままだけですわ、該当したん。 えー、ここ19戦走ってますけど、このままだけです。上がり3位以内すべてマークしてるの。はい。上がり1位、上がり2位、上がり1位。で、ここだけ3位。これも3位以内からね。これのとくとね、全部ね、上がりがね、1位、2位なんですよ、これ。すごい、これ。やばい。赤か黄色ばっかりよ、これ。いや、届かんときもあったけど。あ、すいません、2回ありました。上がり3位。はい。1位、1位、3位、1位、2位、2位。 1、1、1、1、1、2、1、1、1、3、1、2、1です。すごいです、これ。もで、すべてね、後方一気で届かん競馬やったかっちゅうと、ちゃんとね、折り合いもついてね、前目つけて上がり使えるとかね、ちゃんとできとるんで、スローやってもちゃんと折り合いついて前目つけてる競馬できとるんで、全くね、ずっと後方でバカ正直に一辺倒の競馬ではないんで。 はい。えー、1000万クラスといってもね、えー、阪神1006。えー、こちらも、ね、ちゃんと、まあ、ハット立てでしたけど、ちゃんと前目つけて5番手追走しっかりできましたし、この時の上がりがね、くっそ意味やから32秒2と、まあ、他のも,もね、32秒台出てますけど、32秒2の阪神ってなかなかないですね。いくらパンパンな両馬をといてもね、こんだけ意味やから足使えるのはなかなかいませんわ。うん。なかなかいまってん。はい。阪神ですからね。京都でもわからんでもないぐらいの上がりなんで。はい。うん。 ちと32秒台の、ね、この前半前半。これはちょっといい例ですね。なかなかこんな上がり使えるもんおらんので、今回の半身いいババやったらいいやと思ってます。はい。えー、で、安の、ゆうすけさん、なんか言いますけど、ゆうすけさんなんでね、多分ね、バカ正直にね、ずっと後方構えて、いくらスローでも後方バカ正直構えたけば多分しないと思うんですね。 祐介さん、今年の勝負変えたら、ある程度 A 値つけてくれると思ってます。私はそう信じてます。枠順。えー、阪神外回り、毎回外がいいよって言ってますけど、えー、今回に限っては、うちでいいかなと思ってます。やっぱ、ババ綺麗なんで、しかも B コース代わり、うちらちで刺してくる可能性も全然あるんで、内がいいです。ロスなく回ってくださいって私は言ってます。はい。<laughs> ということで、阪神貧馬。 ごめんなさい。めちゃくちゃ長いですね。半身板だけで。ごめんなさい。え半身ええー、ぇ半身板だけで20分かかってんのこれ何してんのこれ。はい。すいません。ごめんなさい。お悪箇所行きましょう。<laughs> なんでこんな方ったんやこれ。どうしたんこれ。あ、おかしの前ニュージーランドあるし。わー。めちゃくちゃ長いこと半身板行ったらこれ。もう半身板だけで終わりますこれ。はい。ごめんなさい。お待たせしました。ニュージーランドトロフィー行きましょう。クソ長いなこれ。はい。ニュージーランドトロフィーですけど、私ここあんまり、ごめんなさい。こっちを重点的に考えてないんですね。あんまり今頭入ってません。ニュージーランドトロフィー。 え理由、えー、荒れるから嫌い。はい、それだけです。はい。えー、中山、ちょっとね、バばバ傷んできたし、砂巻いてけえへんしってことで、えっ、ー、と、今結構苦しいバは続いてますね。はい。で、まあ、去年はややまやってね、ちょっと適正った えー、ジョーストリクトリーですね。はい、えー、ジョーカプチーノ3個ですか。まあ、ここら辺買ったんですけど。えー、この舞台ね、注目はちょっと結構難しいですね。どれに注目するか。2年前、3年前、ダンプリウス、山勝エースとかロベルト系で決着とか仲間でよくベタール、ケット、ロベルト系ですね。えー、そこら辺かなと思ったら結構あれ違うなっていうのがありまして、過去5年でね、ここっちゅうデータがないんですよね。この舞台。結構難しいです。やっぱオッズ、 え毎回ね、大津っていうか、配当を見る限り、やっぱ去年も12番人気とか買ってるわけで、えー、2年前もね、えー、人気通りか、ちょっとやっぱ2、3着に全然意味やから人気来てるしってことで、えー、ほんまにこれって言うと出たかありません。はい。で、まあ、えー、中山マイル、えー、先週のキャンベル・ジュニア同様、えー、一応共通する中山マイルの重賞としてはやはり2枠ですね。3番、4番ですかね。えー、等数で言うと、うん。ここから見やすいのは確かですわ。1枠結構不審ですよね。2, 2枠。 打ちすぎず、ただ打ちっていうね。うん。2枠絡みやすい。ただ、これだけじゃ漠然ですね。ということで、もう一個だけね、えーうん、個人的に独断の変幻注目したいんが、外国馬ですね。スピード、とパワーですね、特に。ちょっとパワーがいるな、っちゅうババなんで仲ません、中山先生の子ね。はい、衛身トップとかですねま。まあ外国馬っていうか、まぁ、あ、丸外でいいと思うんですけど。 はい。えー、去年は丸貝じゃないですけど、メイソンジュニア確か、えー、お父さん海外の馬ですね。はい。メイソンって書いてるんで、まあ海外ですね。はい。えー、お母さんが日本なんで、まあ丸貝じゃないんですけど。<laughs> うん。ちょっとやっぱ海外系の血が混じった。えー、あんまり。 うん。あんまり詳しくないですけど、そういう決闘ですね。はい。そこら辺がなんかね、キャンベルジュニア等々も含めてですけど、結構絡みやすいんちゃおうかなと思ったんで、今回も超維持に、ここら辺のカシアスとかカトジ、K.I. ノーティック一回ちょっと差し置いて、えー、ここら辺人気出ますけど、中山マイルのテ性あるかょっと、ちょっとうーんなんでね、カシアスとかカトジとか K.I. ノーティックでしょ。ちょっと中山マイルでこのノーズで買い、またも一個買いますかーって、今のところ暫定ノーなんで。えー、そうなってくると面白いなと思ってるんが、 はい。ラムセス・バローズ、両手ソーロぐらいですかね。まあ、黒さんぐらいにしときましょうか。このまた違う面白いんちゃうかなと思います。はい。結構、ダート適正ね。ダートしか走らないのに、急にここで一変するなとか思うんでね。はい。両手ソーロも結局、ダートダート使われましたけど、最後、東京線よの芝で買ってます。これ何回もマイル来たら、パワーとスピードあったら面白いんちゃうかなと思ってる、一等はい。 ほいで、えー、ラムセス・バローズのマルガイらしく、このままダーッと使ってからの前走中山の前イルしっかり500万買ってることを証明してるんで、うん。ここら辺面白いんちゃうかなと思うんです。ただ、ラムセス・バローズ団長誰ですか誰や パックさんか。面白いな。パックか。パクってきたか、ここで。あ、うちパックか。まあまあ、ええんちゃいますか。うん、ファーストアップロー田しさんも全然今、顔気ないし、マイル嫌や言うてんのにマイル出てきてもうたし、田辺さん今、私嫌なんで、はい。戸崎さんも KI ノーテイク一番にきてこれ買う、顔変えたノーなんで、うん。まさにノーテイクなんでね。んうん、ノーテイクこれ。カシアス買いますか。ちょっとカシアス1004とかの方がエンチちゃうの言うてんのに16でしょ、これ。中山でしょ。きついでしょ。かといって、カツジ。カツジもワンターンのマイルでしょ、これ。うん。 買うなら丸貝い、えー、ダート経験、パワー経験してる、ラムセス・バローズ、リオン・テス・トールぐらいから買ったろうかなーってのが今の本音です。安示もね、東来たら面白い、ハヤトさんとウチパックさんでしょですね。ここら辺しときましょう。ちょっと今んところ暫定ですけど、暫定の暫定ですけど、2等注目してみましょう。また枠順、内ち2枠とか引いたら結構激アツだと思ってます。はい。 え吉田隼人さんで思い出しましたけど、去年私確かあれですかねなんか私、福賞圏内で一番熱いの、確か私4着の吉田隼人なっちゃいましたそうやね鈴風やろこれ。覚えてるな、これ。副ここちょっと買っときましゅうて4着やったやつやら思い出した。これ。確かディープブリランティアやし、この舞台意外といいよ、ちゅうてて。うん、中山、そうやね。中山500万買ってるし、前奏オープン3着やし、みたいに言うてた気がします。 はい。確か私、ここ、副賞なんか買いましたこれ。うん。副賞こうってどうなるんかなと思ったら、そうや,4着やね。四着屋で去年、あっちゃポーズと思って四着やって思い出しました。ありがとうございました。もうなんか買いたいです。はい。 ま、そんな感じです。はい。確か去年、ね、ディープブリアンティって私騒いでた気がします。朝ね、ナイトバーナーでちとこでもね。はい。わかりました。了解です。ありがとうございました。中山、ごめんなさい。ちょっと短いですけど、ニュージーランドトロフィーは、とりあえず、ダート経験あるパワーとスピードを兼ねた、スピードはちょっとわからんけど、パワー兼ねた、ラムセス・バラーと両レオン・デ・ソロ、マルガイチュことで、ここで一応今のところ押さえておきましょう。はい。 で、えー、お待たせしました。大箇所行きましょうか。大箇所はね、そんなないんですね。ないんですね。2週前見切りから、あの後馬、馬券というか、候補切って切って、印出ましたか出ますね。はい。えー、5等ですね。はい。もう、正直ね、大阪杯に近い、もう、なんていうんですか、人気馬決着やと思っとるんで、おそらくですけど。大阪杯の時も結局5等で決まったんでね、人気通りというども、まあ、ペルシアナイトだけ拾って、 てたたらおんの字やっっかなーってバケアンなんですけど今回は、もうそんなもんですかね。一等、このフィフニティかデルニエオールが絡んだら、まあまあ大阪杯並みにちょっと美味しいいとなるかなと思った5等選んでます。はい。まあでも有力はやはり上位3等でしょうね。まあここね、あんまり大阪杯みたいにね、穴面白いよっていうのがおらんので、もうん、 難しく考えることないと思ってますよ。うん。ひねくれるだけ無駄ちゃうんかな。大阪愛もペルシアンナイトさえ抑える、ええー、あれがあったらそんな難しくなかった場見なんで。まあ、スアブリチャード、ええー、5番手評価した私が言うこともないんですけど。うん。 せやね。アルアインペルシャナイドで決まったもんね。そんな難しくない馬券やったんで。もうそんな感じですね。お菓子もそんな難しく考えたことないと思います。はい。マオリア、リリー・ノーブル難しいないでしょう。まあ、C っていうのはリリー・ノーブルが個人的に今んところ飛びそうかなと思ってるんですけど。あと、フィフィニティとかデルニオー、オーエデルニエ、オールですか。うん、そこにそのリリー・ノーブルを差し置いて入ってきたらいいかなと思ってマオレアと、誰でしたっけ あ、ラッキーライルか。ここは、あんまり外すとイメージ湧いてません。もうここのワイドでもええかな、ワイド。ママウレアがこんだけ人気なんやったら2倍はつくな。2.5、リリーノーブル、ラッキーライル誰がおんねんね。アーモンアイがおんねんね。 これが多分2倍ぐらいワイドでしょう。ってことは、えー、あと、リリーノブルののが人気出ると思うから、多分、マオリアとラッケーライブワイドとどうでしょう ?3 倍もないな。2.5ぐらいか。もうちょいつくかな。2.8ぐらいついたら同じかなと思って、もうここのワイドでええかなと思ってねもう。結局ね、大阪屋もね、もうペルシャナイトであ、ね、るワインのね、本命対抗のワイドこうてでよかったんですよ、あれであー。あれでよかったよ、ほんまに。もうそういう感じです。もう以上です。もう。はい、わかりました。はい。えー、アーモンドアエが売るから逆にラッキーと思ってます。ワイド買う。 方は、方は、うん、方はっていうか、ワイドか買おうと思ってる方。うん。アーモンドアイ無印ですけど、もう、もう、いります来たらごめんなさいですけど、いるアーモンドアイ、いるいるんかないるいるか。ルメちゃん乗り戻し、新山記念、えー、コバアイテか、ボバイテか。えー、勝ちましたけど、えー、山記念からここ、えー、なかなかないローテーションですね。まぁ、死記念、ジュエラー買って、その後一回、チューリップ車叩いてとかでかるんですけど、 直行はなかなかない。で、なんでここ直行したかって、あれでしょ体質が弱いからでしょうねいくらね、ボバ相手に勝ったときでもね、結局ね、そんな大した体でちゃうかったよね。まあ、足はぜ、ちょっと悪巻の足やったけど、鼓んとかやからね、そんなに、まあ、カシアス、まあ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 、重症あれしたけど、まあそんなにやもんね。それ たらまだ地面のフィルズ組の3頭の方が強い内容をちゃうんかなと思ってますって、うん、結局去年もあれでしょちょっとローテーションちゃうかったけどね決まりましたかって言うと地面のフィールズの3頭でしょ結局ローエルドのミドルが人気だかっただけってこんだけレーンのミドル舐められとったんやからね去年ねまあバケンコー方と違うな何な,なんですけれどあの、うん、結局ここまでは阪神戦録の適正アルマたちやしはい。 ヒンバはね、舞台同じやしね、ここまででね、そんだけね、チューリップ賞とか経由してね、力関係変わるかって言うと、そんな変わらんのでね。もう、ジョイさんと、か、フィフニティ、デルニーオールですか。まあ、ここら辺らんだ理由は安城が川田さんと福永さんでしたっけあれデルニ、デルニさん誰でした岩田さんだったっけあれえ、え、え。あ、池戸さん、ね、ごめんなさい。池戸さんと、えー、あ、ごめんなさい。川田さん、じゃあ川田さんあれか。リーノブか。えー、フィフニティが福永さん。 えー、デル出る2が池添さんってことで、大花賞でちょっと風邪なくきそうなね、福永さんと池添さんやからこうとこうってだけの話なんで、うん。もう感覚ないです。はい。まあ、この人が面白いかなと思ってるだけで、まあ、基本は上位3等で書いたいなと思ってます。まあ、人気でまず3連覆おそらく2倍台でしょうね。多分下手。あ、2倍台スぎか。3倍台か。4倍台ぐらいかな。えー、もうちょい行くか。まあ、子供でしょうね。はい。あ、あれか。あれがあるわ。ごめんなさい。アーモンダイがあるから5倍はつくな。はい。うん。 もう基本ここ。もう正直もうメ明イこの Y をもう一回買うて後悔せように大阪灰みに買いましょうと思ってます。はい。リーリーノーブル嫌ってるいう特にないんですけど、リーリーノーブルー、どっちかっていうとなんか多くするのが向きそうな気がしますね。地位的にルーラシップなんで。マオリア、えー、ディープストームキャット、ここあれでしょアユさんとこでしょディープストームキャット、 ですね、これ間違いなくお菓子賞の方が向きますしえー、このままリリー・ノーブルと違ってねえー、クイーンカップ使ってるんでどっちかっていうと3走目なんですよ実質ね休み明けねうん3層目ぐらいにパフォーマンス一番上がりそうな馬なんでこの馬の方がいいかなと思ってますうんリリー・ノーブル買やったらオークスかなと思ってます面白いのねはいラッキーライラクはもう言うことないと思ってるんででここラッキーライラクがね断然人気一倍台ですか 1.7倍か。で、断然人気、えー、過去何年でしたっけ ?1234、5年ぐらいも人気続いてるかな、えー、えーと、クルフネサプライズの時に除くと過去4年間、ハープスターからですね。えー、ハープスターが1.2倍1着の、後ですね、こっから問題、えー、ルージュバックが1.6倍支持されて、まさかの9着。はい、2年前の、えー、メジャーエンブレム1.5倍がまさかの4着。 そして去年のソウルスターリング1.5倍がまさかの3着と一番人気断然人気やったらあかんちゃうのってことなんですけどまあハープスターはね4年前買ったんですけど、えー、まあハープスターとこのラッキーライラクの共通点、えー、超維持西ですわはい意外とね、えー、メジャーエンブレームもそうですけどね、えー、ジュメネラフィールズの時のね成績見てみますとね関東馬って意外と悪くないんですね優秀な方なんです けどえー、なぜかね、この同じ舞台の大阪に限ってはね、成功到底がやや出てます。えー、確か地面のフィリーズの時はね、ほぼ五分ご分五分いすぎかなぐらい、関東馬も出てたんですけど、なんでかね、大阪章の時に限って、ね、不思議なことに関東馬調子悪いんですね。ってことで、それを超維持に当てはめると、当てはめると、去年の、えー、とソウルスタリング東、 はい。メジャーエンブレム4着も東。えー、3年前のルージュバックも東と意外とそれだけ当てはめると超いい順で、4年前のハープスターが西なんで。はい。もうそれ考えると今年のラッキーライルク東か西ど落ちがくやつです。神田ですかちょっと西なんで。はい。輸送の関係でしょうかねこれなんでなんでしょうかね輸送の関係とか言い出すとね、チューリップ賞を去年買ったソウルスターリングとかはちょっとどうやねんってなるんですけど。うん。 ま、ここ、ぶなに当てはめて、東の馬から行きましょうか、いうことで。で、周りは東の馬ですけど、この馬一応、アウィさんとこなんで、手塚さんとこでアウさんの兄弟ですね。はい。ってことなんで、一応、そのままで押さえておきましょう。アウさんのね、えー、DNA、引き継ぎはないんですけど、頑張ってください。周りはだけちょっと参考外にしてね、東でアウィさんだ、アウさんだって買ってるんで、うん。ここは、素直に、えー、一応、姉妹なんで押さえておきましょう。はい。何も考えることないです。 ここはもうこの2頭から買いましょう。かな。はい。ワイド何倍つくんでしょうかよろしくお願いします。ラッキーライラック。まあ万が一2、3着あると思うけど飛ぶことあるんかな今年。びっくりするよ、これ飛んだら。これ飛んだらびっくりするで、ね。うん、前作も干渉やったんで。ちょっと内容がね、えー、いまいちゃったんですけど、もうちょっとなんか、うん、もうちょっとなんか、 何かあったかなと思ってるんです。まあ内容は悪くなかったんですけど、なんかもうちょっとなんか、もうちょっとなんかお箇所に向けて、なんかもうちょっとなんかなかったかなっていう競馬だったんですけどね。うん、まあ感謝でしたけど、うん、以上です。まあ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 、飴つけれて上がりつかえたらええんかなと思ったんですけど、はい。うん、ちょっとなんか物足りひん感じはしましたけど、はい。はいということで、お箇所はほんまにもう無難にアーモンドアイキるかキらんかだけの選択肢でありまして、あとはジョイさんと人気取り拾っておきましょう。 あとは、えー、西山まみぎ気象ですかこれ明日やりましょうかちょっとまだ整理できてないんで。うん。で、じゃの競馬が水曜日かないつも通り。多分そうなると思います。はい。あれメンテナンスはありますかこれ。あー昼前からいいか明日ですかわかりました。了解です。はい。ごめんなさい、長な,など事前調査以上でございます。ほんまに長な,などすいません。長いな、これ。はい。ご清聴ありがとうございました。